どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日はなんですけれども、ラーナロッキの祠をクリアしていきたいと思います。今回の祠なんですけれども、いくつかのミニチャレンジと祠チャレンジをクリアしないと出現することはできません。で、全部のミニチャレンジはやりません、で、1個だけミニチャレンジやってみたいと思います。蛍の光というね、あのミニチャレンジです。結構有名なチャレンジみたいなんで、そちらだけやってみたいと思います。で、そのチャレンジを受注できる場所は、先ほどのインパ様の家から、このように進んでいってやって、ここですね。ここでこのラズリさんという人に話しかけてください。はい、ホタルの光ミニチャレンジを受注いたしました。で、何をやるかというと、ホタルを集めてください。すでに僕は4つほど集めているんですけれども、こいつですね、静かホタル、こいつを、5つ集めないといけません。で、街中にこうやって光ってるやつがあるんで、そいつを捕まえてください。ゆっくり静かに近づかないと取れませんよ。はい、これで、すいません、4つ集めてたんで今5つになりました。5つ集まりましたら、ラズリさんのところに戻りましょう。はい、で、どうやるかというと、ホタルを手に持って置きます。そうするとラズリさん、喜びますね。はい、これでミニチャレンジクリアとなります。はい、ミニチャレンジホタルの光コンプリート。で、この後にホコラチャレンジに、トライいたします。では次に、祠チャレンジ盗まれた宝珠を、クリアしていきたいと思います。まずはインパ様のところでパーヤさんに話しかけてから受注してみたいと思います。はい、泣いておりますパーヤさん、ちょっと話しかけます。宝珠がなんか盗まれたというふうな話になります。はい、ホコラチャレンジに進まれた宝珠を受注できます。はい、しばらく、パイヤーさんと一緒にいます。あんまよからぬことを考えちゃいけませんよ。では次にインパ様の家の近くにある焚き火で暇を潰します。夜まで暇を潰します。さらに、はい、夜の10時まで、待ってください。で、待つと、あそこの人が動き出します。はい、あとゲーム上の、5分経つと、動き出します。はい、動き出しました。あのおっさんについていってください。見つからないようについていってください。はい、どこだ出てこいというふうにおっさんが言ったら橋を渡ってください。イベントが始まります。はい、イーガダンがね現れるんですよ。
盗んだ犯人はイーガダンだったんですね。はい、戦いになります。戦いましょうか。もう慣れたようなもんですね。倒しました。このおっさん元イーガダンだったみたいですね。足を洗ったならもういいじゃないですか。はい、このボールをこの穴に入れると祠が出現します。はい、祠が現れました。はい、祠チャレンジに包まれた宝石コンプリートです。では祠クリアしていきたいと思います。ラーナ・ロキの祝福、ラーナ・ロキの祠。はい、祠の中は宝箱だけですね。はい、中身は無心の体験となっております。ではクリアしていきます。あ、ちなみに、はい、宝箱マークがつきましたので宝箱コンプリート。はい、克服の証を手に入れました。はい、というわけで、祠もクリアいたしましたし、宝箱もコンプリートしたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回。